ですね、ミステリーランチのモットロードセル商品紹介開封レビューということでですね、はい、ミステリーランチのモットロードセルです。はい、あの商品購入させていただいたんで、ちょっと開封ですね。はい、こんな感じです。はい、いきます。せーの、ドン。はい、でモットロードセルっていろんな色があって、僕は3つ購入させていただきました。オーバーロードシェルフをするのに、3つこれ挟むのがちょうどいいということで、3つ購入してみました。はい、で色がいろいろあるんですけど、僕はこのオレンジと黒と、あとモスグリーンっていうんですかね、濃いめのグリーンを3つ購入してみたんですけど、ちょっと見ていただきます。はい、オレンジいきますか。はい、いかがでしょうか。こんな感じになってます。モットロードセル。はい、こうなんかまず、はい、パチンと、はい、おいいですね。はい、こんな感じ。これが3つこう重なるらしいですね。重ねるとちょうどオーバーロードセルフシェルフをするのにちょうどいいサイズ。はい、こんな感じです。はい、ほうほうほう、おいいじゃないですか。普通のこうショルダーとしても使えるそうです。はい、こんな感じ。はい、はい、いかがでしょうか。で他のお色も一緒ですよね。モスグリーンも、あ、これかっこいい、アメリカンマーク、ほらアメリカ、メイドインアメリカと、はい、アメリカマークはかっこいいですね。はい、他は形とかは一緒ですね。はい、いかがでしょうか、モットロードセルフ。はい、はい、で、はい、まあ型番とかじゃなく普通のこう販売元とかが書いてありますかね。まあ開けてみると、はい、せーの、ドンドン。あ、ミステリーランチさんのこのやっぱ縫い目とかこういうところはやっぱしっかりしてますね。ジッパーの部分とか非常にこう、はい、開けるとこんな感じ、結構大きいです。ほら、それなりに容量がありそうですね。はい、ほら、ドン、こんな感じ、いいですね。はい、かっこいいです。ほら、ドン、これ普段こうショルダーとしても使えると。はい、確かに使える。はい、いい感じだと思います。はい、で、あと黒ですね。黒こんな感じ。はい、いかがでしょうか。と、まあやっぱアメリカンが、オレンジがあんま目立たなかったな。はい、パッと見た感じ、はい、パッと見た感じ、はい、オレンジがやっぱオレンジ色が強いんで、このアメリカンマークが目立ちにくいっていうね。かっこいいんですけどね、これだけど、オレンジが目立ちにくい。でも黒とかモスグリーンだとパッと、ほらパッとここが主張してくれる。ほらかっこいい黒。はい、やっぱ黒が一番いいかなと思います。安定ですね。はい、僕は好みです。はい、はい、で開けた感じも非常にこういい、滑りもいいし。はい、で中はこんな感じ、なんかこういうなんかあれが、はい、この品番っていうんですかね、書いてあります。はい、いかがでしょうか、モットロードセルフ。はい、かっこいいです。はい、非常にいい。はい、オーバーロードセルフをするにあたって3つぐらいこう重ねてあげるとちょうどいいサイズになるということだったんで、僕これ買ってみたんで、でしかもそのこのようにコンパクトに畳めるんで、バックインバックに入れといて何かあった時にこう広げてオーバーロードするっていう使い方を使ってみようかなと思って買ってみました。で容量も結構いろいろ入るんで、いろんなもん詰め込んだ上にこうやってね、はい、オーバーロードしてみたいなと思ってます。アメリカンマーク、メイドインアメリカ、かっこいいです。はい、ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。イエーイのイエーイ。はい、ミステリーランチのモットロードセルフ。はい、いかがでしょうか。はい、こんな感じです。はい、
あ、これ違うの。はい。こんな感じ、3つドン。はい、ぜひですね、参考にしてみてください。イエーのイエーイ、ありがとうございます。はい、細かいところも作りがしっかりしてるんで非常にいいと思います。はい、こういう細かいところもしっかりしてます。はい、ありがとうございます。イエーのイエーイ。